はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、先日あげました動画でミュージックビデオを作成するときにとても便利な約1年前に作った SRT のコンバーターというウェブアプリ、これを紹介しました。その時は最後の編集を Vegas Pro という編集ソフトでやりました。ベガスプロというのは ほとんどの動画編集ソフトと同じようにタイムライン形式ということで画面の下にですねトラックがあってそういう形で字幕を読み込むというようなタイプでまあ Vegas Pro を持っていない人にでもご自分の動画編集ソフトが字幕ファイルというのにさえ対応していれば若干のやり方は違いがあっても 同じような操作でできると思います。しかし今日のところは全くそういうタイムラインという概念がないブリューというとっても便利な AI 動画作成ソフト。皆さんも使っている方はたくさんおられると思うんですけれどもそちらの方での解説をしたいと思います。ですから SRT ファイルを作る僕のウェブアプリですね。この部分は 前回の動画をギュッと圧縮してですね、チャッチャッチャッという風に編集して初めてこの動画を見る方にもいいように一応は解説を先頭につけますがそれでどうしてもわからないという方は前回の動画をもう一度見直してやってみてくださいそれができた後の今日はブリューでの編集方法 これをやりたいと思います。まずはそのギュッと圧縮した動画を見てください。そしてそのことはもう分かったよという方は飛ばしてみてください。ではやっていきましょう。再度ご紹介する理由というのはそうです。この半年間、その AI とか UDIO とかそういうのが出てきて 今まで音楽ビデオを作ったこともないような人が今どんどん作っています。でもそれにしても歌詞を入れるというのはコピペとかの連続で案外大変です。それを一発でできるソフト。歌詞から余計な部分のセクション名など、そして不必要な空白の改行、それらを取ったのが今画面に表したものです。 これを歌詞として読み込みましょう。はい。このファイルを選択というところから、まず歌詞を読み込みます。歌詞。そうしますと、このように一行に一つのボタンのようなものが出てきます。そしてソングを読み込みます。SnowAI から保存した WAV や MP3 のファイルです。このようにして読み込むと、 ここのプレイヤーで再生することができます。それに合わせてマウスをプレス。そしてここで終わろうという時にマウスを離します。その繰り返しで歌詞の正確な位置を入れていくということです。ただし間違ってもいいです。横に訂正というボタンがありますよね。ここ間違ったと思うとこ。 そのあたりを大体覚えておいてですね、もう一度やり直すということもできるようになっています。じゃあ、再生をやってみましょう。 はいこんな感じです僕もこの曲を今日作ったばかりで完全に覚えてやっていないのでちょっと「ん」とだけですね時間が遅くなってマウスクリックをしてるところが多々あったんですね。 そういう時は、ちょっとだけ全体に速くするということで、ここで先読みというのにしまして、500ミリ、0.5秒ですね。このようにしておくと、0.5秒前からこの歌詞が出るようになります。そして、ここでエキスポートというのを押します。そうしますと、リリックデータ SRT という SRT ファイルができるんですね。 これで保存をします。こうなると皆さんの得意でそして字幕に対応した動画編集ソフトならこれを読み込むことができるんです。やってみましょう。はい。今画面にブリューを立ち上げました。そして前回からサンプルでやっています男子バレーボールの応援歌みたいなものを作りましたのでそれを 兄弟としてこの解説は進めていくことにします。では、新規作成というのを押します。すると、このような画面になると思います。そして、ビデオ、オーディオを読み込むという一番上の大きなボタン、これを選択します。すると、ここに s の a i でできた Web ファイルがありますので、これを読み込みましょう。次に、 こんな画面になりますが、音声は分析はしません。ですから、こちらを選んでください。そうしまして、確認というボタンを押しましょう。今、編集中の画面を保存するか保存しないかということを聞いてきますので、一応保存します。そして、ブリューのファイルをどんなファイル名でするかというのを聞いてきますので、ここで一応保存。 というのを選んでください。この工程はない方もおられます。それでここに音声が読み込まれました。でも画面は真っ黒です。何も画像とか動画とかそういうものは全く入れてないからです。ずーっと下がっていてももちろん当たり前ですが今の時点では歌詞は読み込まれていません。そして 大体5秒ぐらいずつに適当に分かれてクリップが存在します。ここで字幕ファイルを読みましょう。字幕メニューから字幕ファイルを読み込む。これをします。そしてここで僕の Web アプリでできた SRT ファイル。これを指定します。この LyricData.SRT リリ。これを読み込みます。 そして、インポート。このような画面が出てきますが、閉じてください。先ほどと違うのは、5秒ごとにはなっていません。これは、歌詞の1行1行を基準にしてですね、分かれてくれたんです。ここが便利ですよね。タイムラインのソフトであれば、微調整というのが必要です。まあ、もちろんこれも、僕のソフトで若干ずれてたところはですね、 微調整が必要なんですけれども、でも、これでほとんどがうまくいきます。ちょっと始めの方だけ聞いてみましょう。左側に字幕だけが出てきます。 力強く振り下ろす手に勝利の光が宿るチームを導くその背中に胸が信じてついてくその瞬間に全てをかけて君は戦う勝利のエース君 <music> はいどううでしょうかもうバッチリもバッチリも何の編集もすることなくこのようにできるわけです。 もうブリューをお使いの方は分かっていると思いますが、例えばここで書式というので、今基本書式、どのクリップも選択していないときは、このようにしてですね、色を変えるとか、こうするとすべての色が変わります。そしてかなり下の方になっていますが、もうちょっと上げたいと思えば、この1というのを押してですね、 上下をもう少し微妙に変える。はい。このように好きな位置に変えたりすることもできます。もちろん、フォント、いわゆる字体ですね。それらも簡単に変えれるということで、この辺のところはブリューのとっても得意なところですね。そうしましたら、あとは図形を貼り込むだけです。図形の張り込み方を少し言います。はい。 これはチャット GPT の僕の開発していますアニメオタクのイラストレーターというのでいろんなシーンをもうこのように作ってあります。この作り方というのはこのようにプロンプトを入れています。バレーボールの石川祐希君を真似たアニメ11枚を1枚ずつ確認しながら描いてほしいと。そしてカラー横長で ミュージックビデオのスライドにしたいですと。シーンは歌詞に番号を付けました。番号のないところは同じ絵柄を使います。同じ歌詞だからです。テンプは石川祐希くんのイメージやチームの写真ですということで、このように写真も入れました。これに似たようなアニメを書いてもらうためです。そしてここに歌詞をこのように書いています。1枚目はバース1の この2行で書いてくださいと。2番目はこうですよ。3番目はこうですよ。というような指示を僕のアニメオタクのイラストレーターに指示をしましたら、このように1枚ずつずっと書いてくれたわけです。これをブリューのところに貼るやり方ですけれども、右クリックをしまして画像をコピーをします。そうしましてブリューの方に戻ります。 あとは、第一のクリップに入れるんでしたら、このように選択をして、コントロール V、貼り付けですね。すると、このようになりますので、カットして埋めるという風にします。すると、このようになります。若干下に下げたいとか、いうことは、このようにしてできたりしますし、拡大率、それらを変えるということもできます。 こんな形で絵を入れていけます。そしてこれが実際歌の始まりのこのライオンクリップ、高らかに響くというところ、ここまでするんでしたらこれをビューンと伸ばせばいいわけです。そして次は高らかに響く歓声の中で君はエースとして立つというのがあります。これをですね、違う画像を入れるときは先ほどと同じように 画像をコピーをして、そしてブリューに戻ってですね、そして高らかにのところをクリックして、もしくは次の2枚目のところと2つをまたいで、この絵を使うんであれば、こうやって複数選択をしてですね、コントロール V。そうすると2つのクリップにまたがって指定できますので、大きくしたり、まあこれはブリューの使い方の一部分ですけれども、効果、 というのでですね、出てくるときに転がって出てくるとかいう風にしますと、どのようになるかというと、ちょっと手前から聞いてみましょう。はい、このように左からぐるりんとひっくり返って出てきましたね。まあ、こういう風にエフェクトをつけたりできる。 ということですが、何せ皆さん見ていただいた通り、歌詞がバッチリの位置にうまく入るわけです。そしてもしですよ、ちょっとずれてたとしたりしますよね。そういう時はクリップを分割したりします。本当はこの高らかにがちょっと1秒ぐらいずれたところからなってるということであれば、ここでクリップを分割します。Enter ーキーを押すと、 分けることができます。はい。このようにして、後ろに行ってですね、この高いという言葉が残ってしまいましたので、これをカットして、後ろのところに貼り付けると。このようにしてやっていけばいいわけです。ご理解いただけましたかもうこれは、あとはこれの繰り返しだけです。でも、歌詞がバッチリの位置に入っていますので、編集が いかに楽かということがわかりますよね。ですから、字幕ファイル。これは上手に使いましょう。字幕ファイルって実はどうなってるかというと、こういう約束になっています。1、2、3、4と連ナンバーが振られていまして、前側にこれが始まる位置ですね。そして、まあこれの場合だったら7秒後に消えるということです。2番目は、 11秒82から出てですね。そして17秒37まで表示する。こういう一つの約束。番号、時間、その文章。そして一つの空白開業。これで字幕ファイルというのは出来上がっているんですね。これを読み込んだら時間のバッチリのところに入るというのがこの srt ファイルの仕組みです。ご理解いただけましたでしょうかそういうことで、ブリューで作れば、いかに簡単か、それが分かっていただけたと思いますので、ぜひぜひ、僕のリリックス o srt コンバータ、無料のウェブアプリですので、概要欄から飛んでいただいて、一度試してみてください。超便利ですし、このような 形式で歌詞をタイミングよく合わすというソフトは多分世界を見ても稀なアプリということになっていますので皆さん一度チャレンジしてみてください。それでは今日も解説を聞いていただいてありがとうございました。またねー。